ちょっと今日はこの試供品を使ってみます。色味は若干クリームっぽい感じで、カラーはパールホワイトですね。ラロッシュポゼはね、前よく使ってたんだけど、久しぶりに使います。トーンアップ系なので結構白くなりますね。コンシーラー。今日はね、一日中マスクするので、この目の周りだけ、鼻から上をちょっとカバーします。そしたらシェーディング。今日はこのクラブホワイトニングパウダーを使います。で、このパフじゃなくてブラシで塗っていきます。これはすっぴんパウダーのホワイトニングバージョンってだけで、そんなに普通のすっぴんパウダーとはあんまり変わりはないです。顔の中心にお粉をのせます。はい、眉毛をパウダーで描いていきます。いつもはね、ちょっとピンク系を使ってるんですけど、今日はさっと茶色で描いていきます。はい、アンドビーの眉マスカラ、これも普通のブラウン系ですね。ローラネルシエのチーク、はい、これをブラシを使わずにポンポンとのせるだけで、アイメイクはこのセザンヌシングルカラーアイシャドウ01番、これをささっとのせて目の周りを明るくするだけ。今日はカラコンもねしてないし、裸眼なのでこれぐらいでいいかな。ちょっと目の下にものせよう。で、そのままハイライトとしても使います。で、今日はこのまつげ美容液だけを塗ります。マスカラをしない日はね、こうやってまつげ美容液を塗ってます。はい、でリップ、モアリップ使います。若干ね、この唇の際が荒れてるんですよ。だからまたすごい荒れそうな気がして、リップお休みです。はい、こんな感じで、もうメイクはすっぴんって思われても仕方ないくらいナチュラルにしました。では買い出しに行ってきます。はい、ということで買い物袋2袋分お買い物してきました。で、だいたい合計5000円くらいでしたね。いつもよりちょっと多めに買ってきたのでちょっと高めです。食料品と、日用品も少しだけ買いました。はい、まずはニラですね。しめじ、納豆、はい、もやしを2袋で、よく買うこの舞茸、鍋にしても美味しいしね、炒めてもすごい美味しいです。とエリンギ、えのきも買いました。で、木綿豆腐、あとね、この 80% 引きになってた細いうどんを買いました。
大葉20枚入ってます。でマヨネーズね、もう切れそうだったので買いました。なんか結構ね、私余りのマヨネーズとかいろんな種類を試してるんですけど、今回はこのキューピーのハーフにしました。お酢、これもね、もうあと 1,2 回ぐらい使ったらなくなるのでお酢を買ったのと、イロハスのお水、まあお水はね割と何でも飲むんですけど、今日はこれが安かったのでこれにしました。炭酸水で、トマトジュースですね。食塩が入ってないものをいつも買ってます。ゴールデンカレー、最近ね、あのレトルトじゃないや、カレー粉はこのゴールデンカレーの辛口にハマってて、ちょっとね、あの人参とか玉ねぎとかをもう使い切りたいなと思ってカレー粉買いました。これカップラーメンのネギ塩、なんか新しくね発売されてすごい話題になってたので、ちょっと食べてみたくて買いました。炭火焼き風だって、絶対美味しいじゃん。ね、なんか濡れてるんだけど何これ、多分大葉かな、大葉のお水が漏れちゃって濡れてました。はい、からし最近使い切ったので新しくしました。まあからしはねそんなに使わないんだけど、意外とない時にあ、からしってなるから一応ね常備しとこうと思ってまた買いました。うわー、これもちょっと濡れてる。はい、天かすと桜エビ、ね、桜エビめっちゃ高くない？ 8g しか入ってないんだよこれ。初めて桜エビ買ったけどこんな高いんだと思って、まあちょっと使うので買いました。この紅生姜、これしかなくてこの刻みのやつにしました。はい、もう何を作るか気づいた方いるかな。たこ焼きじゃなくてお好み焼きでもなくて、そう、もんじゃ焼きをね作りたくて、ちょっとこういうのを買い揃えました。じゃん。だからね、このもんじゃのヘラも売ってたので買ってきました。多分動画にするかな、もんじゃ焼きするときには動画にするので楽しみにしててください。で、だし醤油、はい、これね何度もリピートしてるんですけど、あのねこれめちゃくちゃ美味しい。卵焼き、目玉焼き、卵かけご飯、この醤油で食べるとね美味しさが何段階か上がります。なんか大きいのとかもあるんですけど、私はあの一人暮らしだし冷蔵庫とかにね入れたいので、このちっちゃいタイプを買ってます。で、食品のラスト、こちら辛ラーメン、久しぶりにちょっと買ってみました。あの個人的にねめちゃくちゃ美味しい食べ方があるので、また動画にしようと思います。で、あとは、はい、マジカの油汚れをね一発で落としてくれるこの詰め替え用を買いました。あのめちゃくちゃベッタベタになったフライパンとかね、もうこれですぐに落ちるので、ほんと手つけたくない油汚れにはとりあえずこれをね振りかけて洗ってます。排水口のネットですね。うん、いつもね何を買ってるかな、ダイソーとか100均で買うことが多いんですけど、もう今日はねまとめて日用品とかも買おうと思って一緒に買ってきました。とキッチンのスポンジ、まあ大体キッチンのスポンジはこのスコッチブライトっていうところのが多いかな。まあでも今日行ったお店がね、あの今私が使ってるスポンジがなかったので、まあよくね使うので今回はこちらにしました。はい、で最後割り箸ですね。まあ普段から割り箸を使うってわけじゃないんですけど、あの本当たまにね菜箸すらも汚したくない時とか、あの生肉とかねあるとね意外と便利な割り箸なので買いました。てな感じで以上ですね。またねたくさん料理動画とかあげるので楽しみにしていてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では